東京地検特捜部により衆議院議員の秋元司容疑者が逮捕された事件について、安倍総理大臣は26日、総理官邸に入る際に記者団から問いかけを受けましたが無言のままでした。総理、秋元衆議院議員逮捕の受け止めお願いします。またこの問題をめぐり与野党の国対委員長が会談し、年明けに衆議院内閣委員会の理事懇談会を開いて政府から説明を受ける方針で一致しました。野党側はカジノを含む IR 統合型リゾート施設は問題が多いとして、 IR 整備法を廃止するための法案を来年の通常国会に提出する方針で、安倍政府への追及を強める構えです。現職の国会議員が逮捕されるだけでも大変な話でありますけれども、現職のさらに議員、元議員のですね、事務所に同時に家宅捜索ということは今まで聞いたことありませんので、だから我々としてはこれはもう IR 疑惑ではないかというふうに思っていますので、我々自身もそれ相当の体制を組んで、本格的な追及を始めていきたいというふうに思っています。